ちょっと待って、どうすか皆さん。ポップマート知らない人も、これはめっちゃ可愛いと思うんだけど。さあ、今回はポップマートアンボクシングブログ開封していきます。ポップマート、今回はこちらビータ OOTD ですね。 OOTD っていうのはね、インスタとかのハッシュタグでよく見かける、まあ、今日は何着ていこうかなとか、まあ、服装、今日のねコーディネートみたいな服に関しての投稿をするときにこの OOTD っていうね、まあ、マークをつける、ハッシュタグをつけたりするんですけども、まあ、その名の通りですね、ビータが結構おしゃれ路線にこうね、まあ、いろんなテーマのファッションしているようなビータがそれぞれ入ってるような感じです。めちゃめちゃ僕今回ねこれね注目してて、ただね実店舗に全然今置かれてなくて EC でしか買えなかったので、まあ、今回は EC で購入させていただきました。店舗に並び次第ねまた買いに行きたいんですけども、2つ最初にちょっと試しに買ってみようかなと思いました。でラインナップもね非常にどれもおしゃれな感じで、なんかもう緑、フーディーガールとかね、これフードをテーマにしたがあるんですけど、もう真緑な感じのめっちゃポップなのもあれば、落ち着いたね、このデニムルックっていうのもあったりとか、あとこのブリティッシュガールって、これ僕、これ最近の普段の自分の格好と全く一緒ですごい、ちょっと逆に欲しいっていうところもあるんですけども、あとはね、こう、アーティストとか、Y2K ってこれなんかどっかで見たような服のデザインですけど、まあそこはさておき、開封していきたいと思います。パッケージも可愛いですよね。こんな感じでグレーのパッケージはなかなか珍しい気がします。開けていきます。さあ、おしゃれビータ開けていきます。よいしょ。うー、来たー。これ地味に欲しかったやつ。僕この色合い大好きなんですよ。てかめっちゃいいビータのこれ。ちょっと待って、衝撃。この間スカルパンダ買ったばっかだけど、めちゃめちゃいいよこのビータ OOTD。 正直初代の楽器持ってるシリーズよりめちゃめちゃ好きかも。ちょっと待って、どうすか皆さん。ポップマート知らない人もこれはめっちゃ可愛いと思うんだけど、どうかな。おしゃれなビータ、ファッショントイみたいな感じになんないかな、新しい流行で。でこのね、ワンちゃんがついてきます。ワンちゃんとセット、めちゃめちゃお得感がありますね。ちょっと待ってね。よいしょ。こんな感じで、わ、いいね、めっちゃいいよ。ワンちゃんもポイント高いですけど、やっぱこのビータがおしゃれなんですよね。いやー素晴らしい。髪色とかもこの本当に絶妙な淡い感じの色を使ってて素晴らしいですね。で、まあ、デニムのジャケットを着てて中にパーカー着てるようなファッションですね。で、まあ、白のスニーカーもまたね、分かってますよね。全体的なコーディネートも非常にまとまってます。なんか顔の表情もすごい。なんかちょっといつものビータより明るめな気がしますね。髪色がね、オンマユだから、すごい表情が明るく見えるんですよね。デニムルックでした。あ、カード。カード見せてないですね。カードはこんな感じのオーソドックスなビータ。オーボティリーというカードが入ってました。デニムルックですね。裏面はこんな感じでかっこいい。素晴らしいですね。さあ、というわけで2つ目いきます。もう今回はこれで終わっちゃうんですけども、絶対買い足します。めっちゃ気に入っちゃいました。さあ、いやー、もうこれで終わりか。どうしよう。あ、でも、あ、ブリティッシュガール欲しいな。ブリティッシュガールか、あの真緑の、もう全身緑のさ、めっちゃポップなやつ、あれも欲しいですよね。フーディーガール。さあ、何が出るかな。神引き、欲しかったやつ2つ出ちゃった。すいません、落ち着きます。はい、というわけで、ちょ待ってね。カードじゃん。フーディーガール、こちらですね。めちゃめちゃ可愛い。そして付属のワンちゃんもフーディーです。
れ超いいじゃん。うわーいいねいいねいいよこの緑、ポップだよポップ、超ポップ。いやーいいねこれは本当ね。なんだろうちょっとこれビータこのシリーズでガンガン出してってほしいな。てかなんか今後どんなシリーズが出るのかすごい楽しみになりますね。フーディガールはこんな感じで、緑色のパーカーを着てます。うわーちょっと細かくねちょっとロゴの仕様とかもあったりして、あちょっと見えづらいかもしれないんですけども、あとスニーカーはこのね何柄っていうんだろうね、チェックの感じのね柄で、こうソックスも紫で、ほんとちゃんと全身考えられたですね。ああたまんないこれ、こういうの、これ何あのストゥーの感じのストゥーみたいなの書いてあるけど、わあかわいいなこれ、うん、表情によって見るとこんな感じ、楽しそうなビーター、いいね。これごめんなさい、あのポップマートとはちょっとまあ別のジャンルとして見てもすげえ好きですね、うん、これは。というわけで今回はねビータ OOTT シリーズ素晴らしいです。これはねちょっと間違いなく実店舗で見かけたら買いいたしますね。ちょっと自分と同じ格好したあのブリティッシュガールが出るまで、ちょっと買い続けてみようと思いました。ワンちゃんもめっちゃ可愛いしねまあでも今回ちょっとだいぶかなり神引きをしてしまったんで、まあその欲しかった色味が、ね、出たのでもう満足ではあるんですけども、ちょっとこれはコレクションしたいなっていうあの思いがふつふつと湧いてきましたので、まあ、あのスカルパンダとか本来のポップマートに比べるとちょっとね小ぶりで、ワンちゃんがセットな分で、ね、そのメインの、ね、ボディはちょっとね小ぶりではあるんですけども、非常にね集めたくなるようなファッション性の高いデザイントイということで紹介させていただきました。今回ねもうサムネイルでもうこれ出しちゃおうかなと思ってて、まあ、何が出るかなっていうよりかは、もうがっつりデザインをねお見せしたいので、まあ楽しんでいただけたらなと思います。はい、というわけで今回はビータ OOTD ポップマートさんのアンボクシング Vlog でした。バーナードの Vlog では日々こういった可愛いもののアンボクシング開封ですね、開封の動画とか、あとは可愛い場所とかですね、場所やスポットに行ったりとか、まあ、僕の友達でね結構アーティストさんが作家さんが結構多いので、まあ、そういった友人の作品をねちょっとレポートしに行ったりとか、日々こうね可愛いものを探索するっていうようなライフスタイルの、Vlog、本当ビデオブログっていう感じになってるので結構ね頻繁に更新してるので、また遊びに来ていただけると嬉しいです。もしこの動画良かったらね、あのぜひぜひあの高評価グッドボタンポチッとしていただけるともう両手を上げて喜びます。はい、ありがとうございます。ちょっとねあのコメントもぜひぜひ、今回ちょっとビータどうすかめっちゃいいですよね、あのもしよかったらコメントに書いていただけると嬉しいです。というわけで今回はポップマート Vlog ビータ OOTT シリーズの紹介でした。ご視聴ありがとうございました。さようなら。